駅舎、旧駅舎湯沢駅は、山形県阿見郡組沢町湯沢南田筋にある、東日本旅客鉄道右越本線の駅である。特急、稲穂が停車する。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。宇ご本城駅管理の簡易委託駅。 ポスター末が設置されており、JR 全線の乗車券、特急券を発売するほか、ビジネス駅ネットにて、指定券の発売もしている。2008年に、湯沢町のコミュニティ施設との合築駅舎に建て替えられ、駅機能部分のみ3月1日より先行して、供用開始した後、3月31日に、湯沢本町地域交流センターとして全面開業した。 鉄骨造り2階建て駅舎の1階に、駅施設と NPO 法人ユーザ町会観光協会、町シルバー人材センターなどが、2階には、ユーザ町商工会などが入居している。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は115人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。特急、稲穂の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。 ありがとうございます。